3、2、1 How's going, Mike? さあ、今日は何をしますか。決まったね。決まったね。じゃあ今、たった今ね、決めました。テーマは、反動収束人法。本当にやんの反動。わかるみんな。わかる？説明しよう。たった今、その反動収束人法の話をしていて、練習終わりに、それをやってみようと思います。説明しよう。説明して。まずボールを置く。ボールを置く？そう。置いてたっけ？そう、ボールを置いて。置いて。じゃあ。片方はゴールと逆の方向向いてってことでしょ？そう。じゃあ、稽古じゃあシュートと。わかった。で、ひろきは、稽古コーチに向かって、シュート打って、難しいな。そのボールを、稽古コーチも打ち返すと。これが名付けて、反動収束陣法。そうだ。初めてな。初めてな。さあ。この距離感。とりあえずやってみよう。待てよ。わかんねえ。タイミングよく合わせるよ。こういうな。タイミングバラバラやねえか。行くときに教えてくれよ。そして。わかった。頼むよ。当てに行けばいいんだよね。な。遅くね。傾向上遅くね。チェンジする？俺が見せてあげましょう。翼の中国の名前忘れたけど、おおなんとか。反動瞬速瞬速？瞬速人法。瞬速人法。すごい。違うとこから撮って。ちょっとどっからゴールを映した方がいいの？なんかゴールを映すの、ボールを映すの、なんかどっちを映すのってやってて。違うよ。後ろか前どっちかよ。でもこのババンっていう瞬間も結構貴重だけど、ゴールから。ゴール中入ってた。ああそうね、これもいいわ。じゃあ膝外れる。良い子は真似しないでね。オッケー。さあ稽古チャレンジ。稽古チャレンジ行くわ。これね足吹っ飛ぶぞ。さあ稽古どうすか。行けそうすか。反動収束陣法。なんだそれは。なんだ中国のこういう感じのイメージ。うん、いいよ。反動収束陣法のイメージ。反動収束陣法。どんなイメージだ。誰行く？ひろき行く？俺切るぞ。いいよ。さあ、ひろきと、稽古コーチの、ボール見た方がいいんだよ。もちろんボール見ないと。ボール見てもらって、俺よりちょっと遅れで、ビッド収束陣法。ビッド収束陣法。うわあ！惜しい。ガッツポーズしてるけどな。やってますよまだ。見えた？見えたから。いいよ。おお！反動収束陣法。違うから。間違ってる。
さあやってみたシリーズでした。みんなもやってみてください。キャプテン翼でーす翼ではないけどね。じゃあねー、バイバーイ